昔ね、うん、多分俺のこと好きだったんだと思う。なんでそんな人と一緒に行くの？いや、別にだってもう今別になんもないじゃん。わかんないじゃん。いや、わかんなくないでしょ。もし言い寄られたらどうすんの？さあ、始まりました。昇竜チャンネルの翔太です。今回は、ちょっと、なんだろうな、ドキドキするドッキリを仕掛けたいと思いまーす。イエーイ。そのドッキリの内容はですね、もし、恋人が他の男と二人きりで飲み行きたいと言ったら、どういう反応するかを撮っていきたいと思いまーす。終了。まあ、普段ね、そういうことは全くないんですよ。僕飲みに行く時もまあ、たまにあるんですけど、だいたいそれも一週間前ぐらいに結構伝えてたりしてて、で、その日飲み行くからって、この人とこの人とっていう風に全部言ったりするんですけども、今回は飲みに一緒に行く人が先輩で、しかもその人も男の人が好き、僕と一緒。で、僕が恋人いるのを知らないっていう、手で飲み行くっていう風な話になったら、彼は果たして止めるのかどうかっていうのを検証していきたいと思います。さあ、楽しみはい、やっていこうと思います。ひょにょ、あー、おいしい。疲れたねー。ひょんひょん、うん、疲れた。うん、何どうした？飲み行こうと思ってて。あ、そうなの？いいじゃん、行ってきなよ。うん、行ってくるわ。いつ？あさって。あは、うん、うんうん、うん、行ってきなよ。そう。誰と行くの？友達。うん、先輩。うん、何の先輩？なんかあんまり先輩って聞かない気がする。なんか同期とかさ、うん、なんかそういうのよく聞くけど、先輩ってなんかあんま聞かない気がする。あれ知ってる人？知らないかな。え、知らない人なの？うん。え、どこで飲むの？もう決まってんの？うん、決まってるの。いいじゃん。楽しそう。俺も行きたい。一緒に行っていい？いや、行けないよ。俺、明後日仕事なの。うん。二人。二人で行くんだ。二人で。なんか仲いいの？その先輩。だっていつも、まあ、なんかたまに、ね、話に出てこないじゃん、いつも。そうだね。先輩っていうワード。うん。ワクワク？ワクワク。なんでそんなワクワク、なんでそんなワクワクするの？終了。かっこいい人なのよ。そうなんだ。誰に似てるの？誰に似てるかな。写真ないんだよな。写真、違う、写真撮ってきて。ああ、うん。二人っきりで行くの。なんかさ、何その言い方。なんか二人っきりで行くのっていう言い方わざわざしなくてよくない？まあそうだね。で、それ。意味ありげな感じになって。終電までに帰れるかちょっとわかんないや。なんでよ。どこで飲むの？どこで飲むの？いいところ、うん、いや、怒ってくれんの？え、わかんないの？いや、でも怒ってくれると思う。いいなぁ。いいでしょ。俺も怒って。で、いいところだからさ、ちょっとさ、ちゃんとした服着ていかなきゃな。そういう、恥ずかしい格好してちゃダメよ。そうだね。うん。もしそのお店よかったら今度一緒に行こう。そうだね。うん。ひょにょ。でさ、うん、昔ね、うんうんうん、その人は、うん、多分俺のこと好きだったんだと思う。何それ、なんで、え、なんでっていうのもおかしいけど、なんでそんな人と一緒に行くの？いや、別にだってもう今別になんもないじゃん。わかんないじゃん。いや、わかんなくないでしょ。もし言い寄られたらどうすんの？まあそうだけど。まあ別にいいけどね、言っても。まあでも心配っちゃ心配だけど。じゃあもうあれよ、うん、ちゃんと帰ってきてよ。うん、朝には。なんで朝まで一緒にいる必要があるの？いや、まあわかんないからさ。わかんないよ、わかんない。いや、わかんない。だって最初からもう行き帰りますってちゃんとさ言えばいい。終電前には帰ります。え、楽しいのは、まあ楽しいは楽しいで別にいいけどさ、もうちゃんと終電までに帰ります、俺には大事な人がいますってちゃんと言ってもらわないとね。ひょにょ。いや、だから行ってもいいよって言って、ちゃんとはっきり言っといてね。今一緒に住んでる大事な人がいるんで。言っちゃダメなの？え？だから言っていいよって言ってんの。ちゃんと終電までには帰ってきて。だってそもそもどこで飲むの？言うて帰れるでしょ。最悪タクシーで帰ってきな。わかった人。何も嫌がらせですか？何でわざわざ言うのよ。
言わなくていいじゃん、別に。先輩と飲みに行くとか別にそれだけでいいじゃん。なんでそんな昔俺のこと好きだったとかそんないらない情報を俺に伝えるの。あと後々知りましたってなったら嫌だかなって思ったから。まあ確かにね。確かにそれはある。信用してるから大丈夫よ。じゃあ終電までには帰ってきなさいよ。分かった。分かった人。はい。はい。分かった人。はーい。まあいいじゃん、楽しんできなさい。あ、まあ。行ってくていいよ。いや、いいよ。なんで？いいよ。行ってきなさいよ。いいの。いいよ。いいのよ。楽しみにしてんでしょ？ワクワクドキドキしてんでしょ？いいんだって。なんでよ。ちゃんと相手に言ってってだから。うん。でもいいの。なんでいいの？なんでいいのよ。嘘なの。嘘なんでした。何が嘘なの？どこが嘘なの？誰も飲み行く相手なんかいないですね。なんでそんな寂しいこと言うの？飲み行く相手なんかいないんです。俺何、嘘なの？嫉妬とか怒るかなって思ったから。ああ、そういうこと。そうそう、嫉妬してほしかったの。まあまあ、いや、そんなことないんだけど、まあどんだけの器かなと思って。ああ、うん、そういうこと。器しました。嫉妬して欲しかった。嫉妬して欲しかった。いいの、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 いいの。じゃあ嫉妬してよ。ずっと行こう、ずっと行こう。ぐい。ずっと行こう、ずっと行こう、ずっと行こう。ずっと行こう、ずっと行こう。ひょにょ。はい、というわけで。うわー、なんか久々じゃない、このパターン。ね。確かにそうだわ。久しぶりにさ、全然気づかなかった。はい、というわけで。ちょっと恥ずかしい姿が映ってるんだけど。え、何が？何が？なんで？なんでなんか、いいとか言ってさ。嫉妬して欲しかったの。いいの、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 いいの。いつもじゃん。はい、というわけで今回は。嫉妬はちょっとするっていうのが正解ですね。あ、そういう検証をしてたの。うん、うん、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価で、高評価でボタンお願いします。お願いします。Twitter、TikTok もお願いします。ではまた。ちょっとお風呂上がりでさ、髪の毛とかもやばいのにさ、やめてよ。